人間はもしいつの日かに急に悟りと一緒、あ、私は今の生き方そのままで時間伸ばして、皆さん考えて、そのまま時間伸ばして30年、あなた思い出すと大変ことになる。その時に、ね、一番後悔することは一つ、いやー、やるべきでものをやらなかったな。若い時に一番後悔することはね、勇気足りない。ものをやる、考えたことあるけどやらない。気がつくことある、これはおかしいじゃないかな、これはやるべきじゃないかな。しかしいつの日かやろうと思うけど時期まだ来てないと思う。覚えてください、時期まだ来てない、後でやる。これは人間癌と同じくらい怖い。生命それでなくなる。やりたいことをすぐやるよ。今日は力がなければ、今日は力な訓練練習するの。天地引用とかことにスタートやってね、天地正規とかこうやってこう回転して、まず力な練習するの。体強くなる。今日はじゃあいつの日かに春になった時に体練習しよう。これは全部嘘だよ。そして人間で自由に生きる条件がある程度の体重、ある程度の体型決められてる。そのオーバーすると排除される。嘘はしくないから帰れ。時給もっと美しいに生きたい。この時給の宇宙の望み、天の望み、人間の望みも一緒。みんな元気でいい姿、いい顔で、いい体型で、いい筋肉で、いい精力を盛りながら、いいものを食べる、いい感性で持っていきたいんですよ。神前美で世界。しかし人類が狂ってしまうときに、大事なものは失ったときに人間変わっちゃう。何が変わる、何が変わる、皆さん分かる。人間老化しちゃう、軟弱した、病気になっちゃう、ボケになっちゃう、信念なくなって、情は薄くなっちゃう。人間年取る取るほど情深くなることは正しい。しかし世の中みんな反対。年取る取ると情は薄くなっちゃうの。なんか世間よく見える人間無情とかいうこと言うけどさ、ことね、実際に間違えてるよ。生きているうち年取る取るほど情深くなることは天喜ぶ。生きているうちにだん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 天に対して、ああ神様ありがとう、感じで天に対してありがとう、毎日祈り始まる。そして全て会う人にとっては大事にする。なぜ、残り少ないから。それは普通。しかし今世の中に年取る取るほど親戚切断する、もう兄弟も会わなくなる、いろんなことに友達もいらないことで、だんだん人間がね、更年期によりとか言ってるから理由だけど、実際に人はそういうことに間違い道に生きてる。人間年取っていく、髪の毛白くなっていく、薄くなっていく、それは自然の現状。しかし腸を増やしていく、人間腸を増やしていく。中国昔太古の人は年取るけど心きれいになる、年取るけど心落ち着くなる、そして年取るだけど声きれいになる。皆さん覚えて、今日は言ったかな、年取るだけど声がきれいになる。これは皆さん理解難しいでしょう。年取るけど大勢で歌手みんな年取ると声出なくなるんじゃないですか。感じて、あ、これはまだ普通一般凡人、修行者になってない。修行者になれば年取る取ると声がきれいになる。人間光音色世界に生きていることを大切。特に皆さんのその体型、さっきでお寺らなりと同じね。人間の体の調整は神様は声振動により太ったり痩せたりするんですよ。この技術、従来人類の文化、子供から勉強しなければならない。子供から勉強しなければならない。しかし今の人類、この文化はない。人間は声で人生調和する。人間声で人間変わる。人間声で運命を変わる。人間声から天を感動する。覚えてください。